では両チームのスターティングメンバーです。まずはホームの徳島ですが、前節の山口戦から3人変更がありました。キーパーはスワレスです。最終ラインは右にエウシーニョ、センターバック内田とカカ、左サイドバックは今日2試合ぶりに田向井をスタメン起用です。アンカーに白井が入って、1列前に杉本太郎と児玉、ウイングは右に西谷、左に杉森、そしてワントップ一味と杉森は2試合ぶりのスタメンになります。一方アウェーの甲府です。こちらも前節の金沢戦から3人変更がありました。キーパー5試合ぶりに川田をゴール前に戻します。最終ラインは右に菅井、中央浦上、左マンシャと変わらず、今日はボランチ山田陸が出場停止ですので、松本凪と石川がコンビを組む形になります。ウィングバックは右に関口、左に荒木、シャドウの位置は鳥海と長谷川元希変わらず、そしてワントップ、加入後初スタメンになりますジェトゥリオを思い切って起用してきました。中で受けます、石川下げて長谷川仕掛けていきます。中にはジェトゥリオ、一度下げて荒木、中にコントロール松本、この人ミドルがあります。ここも振ってきた、枠の右、低い弾道でしたが思い切ったプレーでした。松本、まあ、同サイドで崩すのか、相手は相手を寄せて逆サイドチェンジするのかというところでしょうね。うまくピックして長谷川に入った、長谷川仕掛けていく、シュートを狙ってきた、キーパースワレスの正面です。そうですね、あまりこうプレッシャーをそこまで感じていないと思うので、はい、もう少し強いプレッシャーを感じる場合は、あ、ね、さあ縦に抜けた杉森、中に入ってくるシュート、今日も決めた、先制徳島、縦パスから抜け出した杉森航輝、2試合ぶりのゴール、今シーズン4点目、キャリアハイ更新、あっという間の先制点でした。いや、縦とボールがつながって、はい、徳島としては理想の得点パターンですね。そうですね、まあ、相手のこう裏をついたような感じでしたよね。ペナルティーマークのあたり、ファーサイド内田が構えています。宮一味そらして押し込むか、西谷とカカが飛び込んできましたが、枠にはボール転がすことができませんでした。ある程度甲府もゾーンで守ってますか、来ながら、あとは周りの選手を生かしていくようなポジションというところを取ってますね。杉本から縦につないで、左の西谷得意のポジション、西谷仕掛けて中に切り込んでシュート来た、追加点を挙げました。徳島前半40分、西谷和樹23試合ぶりのゴールが生まれました。両サイド躍動、先制点は杉森、そして2点目は西谷、完璧な攻撃パターンで甲府を突き放します。楽しみな選手ですね、はい、さあ裏に抜けてくる三平、さあ奪った、高石での守備、三平切り込んで後ろへのパス取り返し、かしスワレス、白井とトップワンツーを争うぐらい試合が終わると走っているということは、まあ、おっと三平受けて、三平人コントロールして最後ラストパス取り返し受けてシュート、うん、このボールはスワレスキープ、三平には内田、村上には田向かい、グッと曲げて満射、三平だ、最後押し込めるかというところだったんですが、頭を抱えて倒れ込みました三平。後ろからこう、まあ、跳躍力もありましたし、はい、そして少しボールを叩きすぎた分、1列前に真ん中に長谷川雄志がいて、どこは入った、縦に入れて抜けてきた荒木、しかしスワレス、まあ、田向よく絞りました、まあ、最後のところの個室っていうところでしょうかね。今日は甲府はなかなかね、このフォワードの選手に合うというシーンが少ないんですが、おっとここは坪井単独でいった、キーパー川田の正面でした。マンシャ浦上上がってきました、グッと曲げてマンションを狙った、最後三浦が合わせましたが、そのプレーを見て今真の笛が吹かれました。パーフェクトな内容でした徳島、今季初の3連勝を収めています。アモー